日本鹿児島県鹿児島市千日、朝鮮日町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0843。人口は224人、世帯数は147世帯。千日町の全域で住居表示を実施している。町域の中央部を南北に通る天文館通りを中心に、商店街が形成されており、 鹿児島市の繁華街である天文館の一部を構成している。1963年に南林寺町、船津町、山の口町、日野口町の各一部より分割され、千日町として設置された。鹿児島市中部に位置する。町域の北方には東千国町、南方には松原町、東方には船津町、西方には山の口町。 日の口町がそれぞれ接している。町域の北端に、鹿児島県道21号鹿児島中央停車場線、及び、鹿児島市交通局の鹿児島市電1系統に、系統が通っているが、町内に、駅は所在しない。中町や、東仙国町と共に、天文館の一部を形成しており、天文館通りにはアーケードが設置されている。南部には、天文館公園がある。 千日町という町名は、町域内に千日市場が所在していたことに由来している。九百六十二年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。九百六十三年九月十一日に、城南地区で住居表示に伴う町域の再編が実施され、南林寺町、船津町、山の口町、 日の口町の各一部より分割され、千日町として設置された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。